はい、酒好きな新潟人、元新潟人のユッキーです。で、今日はですね、最高傑作の、ドンペリ2006ヴィンテージです。ドンペリちゃん買ってみました。ですね、ドンペリ。こちらですね、値段が1万4000円にて、楽天で購入いたしまして、ね、飲んでみてるわけなんですけど、結構飲んでるんですけど、ここらまで飲んでるんですが、まあ、記念ということで、こちら、トレジャラーブラック最高級の2100円のタバコ、20本入りで2100円のタバコと一緒にいただきたいと思います。それでは皆さん。乾杯。この香り、ドンペリ特有のあれですね。芳醇な香りがします。やっぱドンペリの、まあでもですね、ドンペリはですね、一般的には、ランクが4つか5つぐらいありまして、一番高いんだと、1本10万円するらしいです。のでですね。まあ、買いたい人はですね、まあ、普通のドンペリ白っていう、まあ、いわゆる白ドンペリと言われてる、こちらは1万4000円で買えますんで、普通にね、1万4000円以下で、ヤフオクとかだったら1万1000円ぐらいで、送料なし、送料、含まずに1万1000円ぐらいか。で、買えますんでね。一生に一度でいいから、俺、ドンペリ飲みたかったんだよ。そして、このトレジャラブラック。うまい。うまいね。まあ、でも、店でね、キャバクラとかで、行けば、これは4万以上しますんで。まあ、あれですね。家で買えば、楽天とかで買えば、1万4000円で買えるってことは。非常にありがたい。ということでございます。ああ。
もうかなり酔っ払ってきてんやけど。まあね、皆さんもね、飲んでみたいって人は、まあ俺シャンパンの味は全くわかりませんので、正直10年ものとか言ってもね、ウイスキーの10年ものとね、比較にならんぐらい全くわからないんですよ。ウイスキーの10年ものは本当に多分素人が飲んでも全然違うって言うと思うんですけど、ウイスキーの味はわかるんだけど、シャンパンはね、シャンパン、ワイン、この二つに関してはですね、特にワインに至って言うと、ぶっちゃけて言うと、300円、フルボトル300円か400円ぐらいのワイン売ってるでしょ。あれとですね、全然違いがわからないんですよね。あれと、ボジョレ・ヌーボーを飲み比べて、まあ、飲み比べたことはないけど、まあ、どっちもね、よくわからない。うん。何が違うのか全然わからないっていう人間ですから。まあ、多分、この、こっちの、このね、ドンペリと、グラスをもう一個用意して、ドンペリと、もう一つ、400円くらいのワインと用意して飲み比べたら、多分、ちゃうんやな、これ。ってぐらいわかる、多分ちょっとわかると思うんだけど、俺単品だけで飲んでもね、全然わかる。味の方はですね、ちょっとしょっぱいちゃう、酸っぱい。そもそも白ワインのシャンパンって、そもそもシャンパンってそもそも酸っぱいと思うんだけど、だからもう味の感想としては、香りがちょっとなんか、ちょっとだけ、ほんのちょっぴりだけ、なんか、臭い。ちょっと臭いような気がする。っていう感想です。なんか実際のところ全然わからん。うん。まあ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 。特に言うことがなくなりましたけど、ね、こちらタバコ、トレジャラブラックもですね、同じです。正直別にうまくない。2100円で買う価値はない。断言しましょう。タバコはいろいろ知ってきましたけども、買う価値はありません。で、シャンパンは俺今までで人生の中で飲んだことあるのが、シャンパンっていうよりもワイン自体がそんなに好きじゃないので、多分、10種類っていうよりも5種類以下、5本以下しか飲んだことない。シャンパン。でもどちらも、こんな1万4000円とかのレベルじゃなく、むしろその10分の1の1400円以下でもなく、以下です。1000円以下のシャンパンしか飲んだことないです。ぶっちゃけて言ったらシャンメリーの方がまだうまい。ってこともないけど。シャンメリーに酒を、まあ、シャンメリーあれ酒じゃないかな。まあ、そもそも白ワインと赤ワインどっちでうまいですかって言ったら、白ワインと赤ワイン、どっちうまいですかって言ったら、ギリギリで、
白。いや、わからん。わからん。多分白の方がうまいと思う。若干ね。これぐらいの差で。これぐらいかな？これぐらいの差で多分赤の方がうまいと思う。違う、白の方がうまいと思う。赤は、ね、渋い。白は渋さがないので、わりかし飲みやすい。明日あたりちょっとドンペリとあれ飲み比べてみようかな。シャンパン。普通の1000円以下の安いシャンパン買ってきて、飲み比べてもいいか。まあ、それはですね、下の詳細文の方に、URL、あの、4つ目でね、下げ動画、上げてますんで、よければ、ね。まあ、こちら、ドンペリ、星をつけるとしたら、5つ星が最高ランクとして、正直1つ星です。ということで、ご視聴ありがとうございました。